すごい。いや、待って、いやー面白い。人気の土地は高いとかあるのかもね。そうそうそう、今あって、私これで聞いてんのが千代丸さんの配信ですから今これ見ればわかるんですけど、こういうことですよ。こういうふうに、あの千代丸さんの配信を見つつ千代丸さんの配信を見つつ自分でこう見やっ超面白いじゃん、ニコキャス。やっべえ、ニコキャス。これがまあニコキャスなんですよね。もう私今日こっちでしか配信しないんで面白いわ。ニコキャス面白い。ツイキャスやってる場合じゃなかった。はい、こんにちは、ニコキャスです。先ほどね、ニコキャスの紹介動画撮り終わった後なんですけど、あの後にもう一回やったら結構面白かったんで、ちょっと、ファーストインプレッションではないレビュー的なものを喋っておくと、たまたまね、先ほど放送した時に、5PBS、メイジスさんの志倉千代丸さんがキャスを私の横で始められたんですよ。要するに私のニコキャスがここであって、左右にユーザーが出る、こっち側で志倉千代丸さんがね、突然始められたんです。で、面白かったんですけど、私それ志倉千代丸さんの放送を見たくて切ったんですね。自分の放送はちょっとこの枠でやめますってやめて、千代丸さんの放送を見ていたら、千代丸さんが結構横のここのワイプの人に、ワイプっていうかここの人に絡んでいくんですよ。こっちの人触れないのかなとか言ってて、でたまたま両枠空いていたんで、私はそのまんまじゃあもう一回千代丸さんの横でやろうと思って、ここで始めました。でその枠を買うのに、なんか土地によって値段が違う、その枠によって値段が違うみたいで、たまたまここの枠がそうだったのか、千代丸さんの人気キャスの横だったからその値段だったのかはわからないんですけど、900円かかりました。900円っていうのもおかしいんですけど、900コインですね。今5000コインが 90% オフで500円で買えるんで、まあ900円ではないんですけど、まあ、せっかくなんでそこで始めてみました。でもう一度私は千代丸さんの隣で始まったんですけど、前回はそのたまたま千代丸さんが後で私の横に入ってきた。今回は私が枠を買って横で千代丸さんの、放送の枠を横で始めた。そうするとどういうことかっていうと、私の放送画面ではここに自分の顔があって、ここに千代丸さんのキャスがちょっと見切れた状態で入ってきます。で千代丸さんの画面を見ると、千代丸さんの顔がここにあって、私の顔がここにちょっとワイプで入るんですね。だから私ちょっとあえてこう画面フレームの横に行ってたんですよ。そしたら千代丸さんが、隣の人めっちゃこっち入ってくるじゃんっていう会話をされていて、なんかこの画面に向かってキスとかしてくれたんですよ。でこういう風に手やると千代丸さんもこうやってくれて、要するにコラボではないんだけど、ここの画面とこっちの画面が並んでるがゆえに、こことここで私がこっちにこう手をやると、千代丸さんもここの画面でこうやってくれたりして、面白かった。でその後、千代丸さんそれで、ね、シャッフルになっちゃって、何分か経ったら、せっかく私横をね900で買ったのにシャッフルになっちゃったんですよすぐ10分ぐらいで。そしたらまた違う方がここに入ってきて、その方も横との絡みみたくやったから、私こうやって手をねやったんですよ。そしたら隣の人が手をこうやってくれたの、やっぱり。だからそういうなんていうか、ユーザーというか配信者同士の絡みっていうのが、今までなかった面白みがありました。先ほどのレビューでは、最初のねタイルユーザーインターフェース、あのタイルがバーって出る、あれはすごいけど、放送中は左右に出てくるだけだよねって思ったんだけど、ここにリアルタイムで人の映像が、まあ、3画面ですよ、いわば出てるんで、ちょっとね横に絡みに行くっていうのができて、まあ、もちろん音声とかも一切入らないから、こうやって相手の方が気づいてくれれば手をこういう風にやってくれたりっていうのはあるんだけど、それをねもっともっとこの先進化させてって、ね、こっちの右隣の人と声をミキシングしますかっていう設定とかがあって、向こうが OK してくれれば、こんにちはとか声がねミキシングされて通話ができて、それが
こっちのユーザーと向こうのユーザー見てくれてる視聴者さんにも聞こえるっていう形になったら非常に面白いかなと思いました。だからね、やっぱりそのニコニコっぽいね、ユーザーとの絡みを優先して、まあ、コメントを流すようにしたわけじゃん。だからニコニコっぽさが非常にあった、面白かったね。そんなわけで、ニコキャスでした。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。